あーすごい。ええー、前さん、先月もソニー10台売れたって最近若い方で人気、いや、すごいね。いや、リアルっすね。この現場のこのお話、むっちゃリアルっすね、これ。あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ。アルファホビー。ソニーが、まあ、これも散々お話ししてますけど、うん、まあ、ちょっと春先にかけて。 この先、夏大体いつもこの時期だとなよくて夏くらいですよさすがに z v 1 0マ k ク2と S4 と、えー、部長買わない宣言 85mmF1.4、はい、ああそうそうそう、うん、85mmF1.4、うん、がっかりだな <laughs> <laughs> これからその動画あの切り抜きがポロポロ上がりますけど <laughs> がっかりです <laughs>、はい、正直がっかりですこれ ZV10MAX 待ってる人多いんじゃないかなーあ<ー>俺も待ってるど <Z> まあもの,にものによるけど ZV10MAX? まあ要は、まあ、4K60P は多分厳しいだろうけどうん 4K30P でどの程度回るのかと、うん、要は a i f つくか、新、うん、センサーか、うん、AI か、ZV10 だからこそ注目だね、そこね、うん、AI がつくかとか、まあでも、いわゆるレンズ交換式になるじゃないですか、うんうん、E がつく、いわゆる機種だから、うんうん、俺の予想はついたら売れるね、10万以下で。 うん、ついちゃってその辺のいわゆるローレンジいくらだろ今ローレンジの要は機種の中でぶっちぎっちゃうんじゃない今いくら ZVE10 えかさっきのカメラ販売の方、はい、えっと小島江優さん はい、相変わらずお二人の話の内容をそのままお伝えして田舎なんですが全国でもめっちゃ売れ行きいいですいつもありがとうございますええー、嬉しいはい。何もうめっちゃ嬉しいじゃないですかこれうん ZV-10 がってこと多分そうだと思うよああ。<ー>ええー、すげえ嬉しいやっぱそうなんだねいやありがとうございますお役に立ててるようで嬉しいで <laughs> はい ZV-10 今お話しになりました今ちょっと正解調べましたはい おいくらでしょうか、今。あ,あ、金額うん、某おいくらサイト。<laughs> えー、あ、ボディオンリーでいいうん、ボディオンリーです。はい。わかった。えー、ZV10、はい。現在の最安値で,でいいはい某。某サイトですね。はい。某、えー、比較サイト、ZV10 の最安値は 7万9,800円いくら7万3,000円でございます近いじゃん <laughs> いや7万5,000円くらいだったら正解にしてあげようかなと思って。デラ近いじゃん6,000円も違うよ6,000円1割違うよ1割そっか 1>, <laughs> 1割は1割は結構 <laughs> うん。まあうん <laughs> あ<ー>まあちょっとまあ惜しいぐらいだね、惜しい、惜しい、惜しい。いや、でも、安いね、レンズ交換式ですよ、これ、んだから。これ仮に、仮にだよ、うん、仮に、じゃあ、ZV10 マーク2が出て、うん、初値、初値ね、うん、マークもでも初値、現在の機能じゃないよ、うん、初値で八万円台だとしましょうか、初値でね。八万円台か、八万円台で AIF 入ったら、これ、結構衝撃、衝撃っすよ。で。 むちゃく売れれると思うこれだってさ普通の人が何でも取れちゃうよねそしたらねもうねじゃあもう何でも取れるようにしたいんだだからソニーは、うんうん、ソニーの戦略はそこなんですよもう何でも,もう簡単に取れるようにしたいんですよ、うん、もうバシ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 ,バシとはあ売れてんだね俺は乗ると思うなあ結局やっぱりその ソニーのいいとこ乗せていこうっていうところでさ、うん、考えるんだったらやっぱ a i f やっぱり乗せたいでそのなんていうのかなこうもはやなんていうのかな多分だけど a i f はソニーは瞳 AF と同じぐらいポピュラーなものにしたいはずなんですよ。うんうんうん ヒトミ F も出たときは、一部の機械にしか乗ってない特別なものだったじゃないですか。だけど、いつの間にかもう本当に車についてるのも ABS とかエアバックと同じぐらい標準装備なんですよ、ソニーのカメラは全て。ねね、そうなんですよで。ソニーはそれをやりたくて、なるべくなるべく順番に順番に拡張してってるんですけど、だんだんやっぱり降りてってるんですよ、それが。で、それは z v 1 0まあ、言うてもあれはレンズ交換式なんで、あの俺は、その、そういった撮影する方が、 が対象で AIFF が乗るにふさわしい機械だと僕は思ってますこれは、うん、すごいねこれで八万八万八万5千円ああすごいええ長谷さん先月もソニー十台売れたって最近若い方で人気いやすごいねいやリアルっすねこの現場のこのお話むっちゃリアルっすねこれえそこはあのー、先月の ソニー十代アルファーホビーブのおかげで売れましたって書かれたんですよ。やらしいよ。深澤君、深瀬君、うん、やらしいよ。はい、ずいぶん。はいわ、はい、かりました。はいはい、ずいぶんやらしいよ。はい、アルファーホビーブ若い方にも人気です。でそっちの方に入れとこうか。<laughs> 売れましたには関係ないから。もう言わせちゃってるじゃないですか。<laughs> 深澤君ほらもう小島井さんにあ。ありがとうそうですよ。言わせてますよ完全に。<laughs> これは <laughs> 本当に、まあ